マイクマの分析してる時に気になったセレッソの選手いました。気になった選手あれっすね。結構マイナーかもしれない。香川っていうめちゃくちゃうまい選手いましたね。結構ベテランなんですけど、海外とかも行ってたみたいで。どんどん間々で顔出して配球もいいし、あの、切り替えの瞬間の守備の切り方もいいし。ああいうね、ベテランがいるチーム強いなって思いますね。香川真司っていうんですけど、もっと有名でもいいなって思うんすけどね。日本代表ですとか慣れたんじゃないかなぐらいの。 そう、ユナイテッドいてね。でも、ああいうタイプの選手いると、ユナイテッドだと、ちょっとクロスとかの戦術で苦しむかもね。うん、ドルトムントとか、クロップの時期のド,ドルトムントとかいたらすごく合うと思うな。うん、クロップと、あの、香川って選手はすごい、もし出会えてたら相性良かったと思うね。シンジが好きなんだとか言われてそうだと思うよ。なんかこう、サイドで使われてるシンジを見ると涙が出るよとかね。ラインーのシンジはまるで、あの、サンドイッチのウィンナーのようだね、みたいに言われそうだね。 今度見てみて。